おお、なんだ？なんだ？に、忍者ら。すごい。手裏剣のマーク。おっと？ここはどこだ？なんかすげえ街来たぞ。綺麗。あ、先行試写会忍者ら。しかもバージョン 1.1 ってもう 1.1 なの。1.0 知りません。よろしくお願いします。先行体験会。来たー。ちょっと待ってました。4時、朝4時から。先行試写会やってるんですけども。まさかね、俺がやってる人、いるのかね？朝4時だよ。暇人だよ。この時間やってる暇人だよ。みんなお仕事のね、日にちだと思うんですけど、みんなお仕事だとね。みんなお仕事だと思うんですけどね。ニューコネクション長いな。わあ、キャラクタークリエイター出てきた。この子ね、この子かわいいね。いっぱいいる。キャラクター名前がわからないな。あ、で、この子かっこいい。普通にかっこいい。男の子か女の子って言われたらね、やっぱ男の子使いたいところなんですけど、いや、これね、これトリシュに似てるわ。ジョジョの。ジョジョのトリシュに似てるから、この子にしよう。色の変更？目の色かな？え、髪の色変えれるの？マジで？いや、でもこれ変えたくないな。いや、俺、変えないわ。でも髪の色変えれるのでいいね。トリシュにしました。ごめん、名前わかんないけど。名前わかんないけど、パッケージの一番前に出てくるキャラクターだからね。この子でしょ。忍者らとは。ね、これね、思ったんだけど、秋葉原みたいな、高架レール下なの。ちょっと秋葉っぽい。秋葉原っぽい、日本の。忍者ガムを使いこなして、あーよ、読めなかったよ。バトルの流れ。これちゃんと見とかないとね。まずはドローンを探そう。このドローンね。このドローンを倒して、倒すのか？壊すのか？とりあえず壊せばいいんだな。はい。エナジーが溜まる。スペシャルゲージってことね。あ、オッケー。あなたの好みのカメラ操作一つ。カメラは、自動、あ、ジャイロあるよ。ジャイロで行こっか。俺スプラトンやってるし。いや、でも難しいかな。いや、でもジャイロで行きます。やっぱスプラプレイヤーはジャイロで行かないとね。慣れてますからね、スプラトゥーンでジャイロって。お手の物よ。あ、ジャイロ、本当にジャイロ。B ボタンで上にジャンプ、空中でもう一度。うわ、これ B でジャンプね。OK。スプラと一緒だ。Z 色ボタンを押し続けると忍者ガムが膨らむ。あ、いい、二段ジャンプできる。で、これ膨らまして。あー、なるほど。トレーニングしよう。え、待って、トレーニングしよう。トレーニングしようよ。え待って待って、ボックスになったよ。メタルギアソリッド、スネークみたいになった。あ、これ時間あるんだね。この木の葉のマークなくなったら、隠れるの溶けちゃうのか。で、攻撃は、どこだ？これか。なるほど。瞬間移動してる。お、コマンドとかあんのかな、これ。コンボとか。ヘイをした。あ、ガムを使って弾いて、いや、距離を詰めることもできる？今俺壊したけど、コンテナ。コンテナ壊したけど、どうする？あ、待って、ガム弾けた。ガム弾いたらスタンするのかな？相手が一定時間動けないとかあんのかな？てか、マジでこれコンボ決めちゃってるけど、いいんすかね？ X とか上は何ですか？トルネード。あ、溜まった、溜まった。待って。トルネード溜まった。使っていい？ほいー、じゅじゅじゅ。あ、誰も相手いない。あ、でもなるほど。ちょ。ちょっとわけわかんない、これ。これ、どうすればいい、これ。これどうすればいい、上向いちゃった。わかんないけど。わかんないけど、これどうしよう。画面リセットとかどっかに。あ、これだ。はい、来ました。これなんだ、忍者の街に来ました。やってまいりました。なんか筋トレしてる。にゃんこも筋トレしてる。あー、倒れちゃった。これちょっとね、設定だけ変えたいな、俺。オプションで、カメラ感度だけ変えたいな、コントローラー設定。カメラ操作感度。これがね、もうちょい欲しいですね。3とかでいいや。それでは、戦っていきたいと思います。これは今、先行体験版をやってる人と戦えるのかな？トレーニングもあるわ。
トレーニングってでもさっきのやつじゃないかな。いや、俺はバトルロイヤルに行こう。フリーマッチバトルロイヤル、これだ。いや、俺は戦いに行く。バトロワだ、バトロワ。1位取るぞ。1位取るんだ、俺は。1位を取りに来た。はい。キャラクターを選べるのかな。あ、違う、これ、他のキャラクターか。俺はウナって名前で入ってます。え、てか知ってる？トリッシュって最初言ってた、ジョジョの奇妙な物語の出てくるキャラクターでいるんですけど、その人の本名、トリッシュウナって言うんですよ。たまたまです、これ。たまたまです。でも、他の人は多分思うだろうな。これ、ウナギのウナじゃなくて、あ、これ、ジョジョのウナだ。って思いそう。おい、マッチングしねえよ。5人しかいないよ。どうしよう。あと3人。CPU になっちゃうのかな、これ。いや、準備完了してなかっただけだ。ごめんなさい。俺が準備完了してない。お、何？あ、この間練習できるのか。いや、みんな初めてだしな。俺も初めてだからな。いや、変な戦いになりそうだな。まあ、マッチング中はこうやって練習ができると。なるほどね。難しいけどね。これ素早い動きできるわ。あ、気持ちいい。覚えてきちゃった。ただ準備中が終わんね。うりゃー、よろしくお願いします。バトルロイヤル、ね、かっこいいステージだね。なんか野外音楽堂みたいな。あー、うわ、待ってもらいました。プレイヤーって書いてんのは、これはなんか CPU っぽくない？さあ、バトルロイヤル始まりました。これは得点、高ランクの得点を取れば勝ちなんですけど、一回隠れて近づきますか。これ追われてないよね。よし、追う人は追われるっていうか、ね、これ戦ってるとこ見て、で俺が取ると、俺が取りに行くよ。グッと痛いな。危ない危ない危ない。よし、倒した。あ、倒した。1本。ちょっと待って、危ね。ちょっとやばいな。一回逃げなきゃ。あばばばばば。え、回復できないのこれ。一回クズカゴに行って。あ、大きくしようかな、せっかくだし。今1位らしい、ちなみに。コンテナ攻撃。あ、回復したね。気づいたら回復する。なにこれ。コーンになりました、俺。みんな戦ってばっかだな。行っちゃおうかな。それでは俺も行っちゃいます。はい、攻撃。なんかよくわかんないけど KO。 どこだ。いたね。おい、あー、早い。トルネード使いたいけど、この人に使うのちょっともったいないから。いや、やばい、これ死ぬ。あー、やられたか。やられちまった。まだでも150秒あるわ。なるほどね。人がいるところにトルネード行きたいですね。あー、あんな感じね。割って近づいて攻撃、そしてトルネード行こう。ここトルネード。はい、強い。はい、強い。はい、強い。人がいるところトルネード。さあ、また帰りたいと。さあ、行く行く行く、ここ行く。うわー。え、何それ、爆弾クソ強い。何それ、誰？初音ミクちゃんみたいな子、バスケットボールで攻撃してくるね。あんなキャラいるんだ。今の強いわ。ね、来ないで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 。おっと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 、おっと、これはまずい。これはお強いの、これ人。何、なす攻めなし。あ、なす攻めなし今の。ガードとかできんのかな。とりあえずコンテナ壊せって言われてたし、壊していく。やべ、3位になっちゃった。チール。バスケットボールの子多分1位っぽいな、これ。はい、攻撃。え、なんで俺が攻撃したのに。バスケットボールちゃん強いね。ちょっと待って、バスケットボールちゃん強い。マジ。プロ。待って、始まったばっかでこんな。前なんてある？これで割る。オッケー、大武器クラフト行こう。あれできない。大武器クラフト行っとこう。
力強いんだって。この人に攻撃したいけど、なんでそれ強い強いな。マジか爆弾クソ強いんだけど、強キャラじゃない今の初音ミクちゃん。じゃあ頑張るしかない。いやこれでいくしかない。はい、使う。ここでみんなに使う。よし、一本で、かあれはこの後に会って人倒す、会って人倒す。なんかよくわかんない、よくわかんない、よくわかんない。これ何、これ何、これ。勝った勝った勝った、うん、勝ったけど、いやどうだどうだどうだ、2位か。終わったのに、勝ったのに2位でいる。あれ1位誰、1位誰何これ、何これ、なんだよこれどうなったんだよ。